令和6年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会7月28日から8月1日福岡東平尾公園博多の森陸上競技場心境を伝えるドルーリーシュエリ選手高校生の夢舞台インターハイが始まりました陸上競技の初日28日の注目競技は女子1500メートル予選が行われた午後0時過ぎのグラウンドコンディションは 35.5度。立っているのも辛くなるような暑さの中、選手たちは直前まで体に氷のを当てたり、水分補給をしたりして、来るレースに備えました。3組に登場したのは、岡山、津山高校2年のドルーリー・シュエリ。この種目で U20 世界選手権の代表にも選ばれている実力者です。高校1年生で出場した去年のインターハイは留学生に次ぐ3位。 優勝を目指す今大会は予選から積極的なレースを見せました胸に手を当て頬を叩いて気合を注入スタートから飛び出すと先頭でレースを引っ張ります最初の4 0 0メートルを69秒で通過その後の8 0 0メートルを2分20秒で通過するとその後の1 2 0 0メートルも3分30秒と安定したペースを刻みこの組トップでフィニッシュ 翌日29日の決勝進出を決めました。予選は気持ちよく、自分のペースで先頭で走るというところを目標にしていたので、決勝につながるいい走りができたかなと思いますと振り返ったドルーリー選手。インターハイは今後につながるような、すごく大事な大会だと思っているので、ここでしっかり勝ちきれるように頑張りたいと思いますと目標を語りました。800メートルにも出場予定のドルーリー選手は、 今大会最大5レース出場することに、1日1日の疲労をその日のうちに抜いて、1500メートルでも800メートルでも、しっかりいい走りができるように頑張りたいと思いますと力を込めました。なお、この日1500メートル予選に出場予定だった、800メートル日本記録保持者の久保林選手は欠場でした。